サムライチャンネル。皆さんこんにちは、サムライチャンネルです。今回はカインズホームの JIS 規格チップ層をレビューしていきます。そしてもしこの動画が少しでも役に立ったなら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして金のパッケージと銀のパッケージ、今回はシルバーパッケージのチップ層を徹底検証していきます。見た目のパッケージはね、非常にいいんですけれども、この商品名がね、JIS 規格チップ層っていうんですよね。パッケージの裏側にも JIS 規格がね載せてあるんですけど、 JIS 規格ってもう商品としてね最低限のものかなというふうに私はね考えてますんで、ここまで JIS 規格をねアピールしなければならない商品なのかと、まあこう勘ぐって考えてしまうと、海外で作った商品なのでこれ JIS 規格で大丈夫なんだよっていう、なんかこうねアピールに思えてしまいます。材質の方もねしっかり明記してあって、チップが YG8 で、台金が65の MN と、これ中国のねバネ鋼材ですよね。その辺の実力も今回検証できればと思っています。それでは開封の方を行っていきます。このパッケージの面白いのが、商品名よりね説明のが大きいんですよね。切れ味長持ち、肝心の商品名がねどれだかわからないというのがね、ちょっと面白いパッケージだなというふうに思いました。まあ肝心なのはねパッケージよりも中身ですんで、このチップ層の方を見ていきます。初めに手に取った時に、あ、このチップ層軽いなというふうに感じました。そして大きくこの JIS マークですよね。商品名が JIS 規格チップ層ですから、まあこう JIS とね大きく入ってるのは、購入の上でのね一つの目安になるかなというふうに思います。そしてこの65の MN っていうね、これ中国のね規格らしいんですけど、日本の材料規格の中にはない規格のようなので、 JIS 規格を通ったこの材料はどうなのか非常に楽しみなところです。そしてこのチップ層の一番の特徴はこの肉抜きですよね。もうこれでもかっていうぐらいね肉抜きで軽量化してあるというのが特徴かなというふうに思います。そして外周部のこのショット加工ですけれども、少し幅広めにショット加工が施されていると思います。それから何かチップのところから液体のようなものが垂れた跡が残ってますね。こすってもね落ちないので、なんか塗料のようなもんですかね、まあ、もしかしたらねこう錆止めのような、まあそんなような塗料が垂れてしまったのかなというふうに思います。ちょっと品質的にね、まあ、見た目が悪くなってしまうので、もったいない部分かなというふうに感じています。続いて素材の硬さを音で比較してみたいと思います。前回検証を行った丸山のウルトラチップ層 SKS5 ですね、こちらの方と比較していきたいと思います。叩いて素材のね硬さを比較してみましたが、ウルトラチップ層の SKS5 やっぱりこうカーンっていうね高い音しますよね。それに比べて JIS 規格チップ層の方はチーンっていう音がすることから、まあそこまでのこう硬さはないのかなという感じはしています。そして実際ね手で曲げてみたら、やっぱりね JIS 規格チップ層の方が柔らかいんですよね。まあこの辺が今後のテストでどんな影響が出るのか非常に楽しみだなというふうに思っています。そして草刈りにとって大切なこのチップなんですけれども、ローズ付け自体はねしっかりと施されているように思います。ただね見た目がねなんか錆びてるような感じになっていて汚いんですよね。ちょっとこの辺がねもったいないところかなというふうに思います。次ねチップの研磨の方なんですけれども、これもね、ウルトラチップ層同様、互い違いに、このようにね、斜めに、研磨がされています。そしてしっかりね、4面研磨されていて、研磨の方はね、全然問題ないなというふうに感じました。そして各部の寸法ですけれども、
まあ、丸山のねウルトラチップ層とほぼ同じねサイズとなっています。若干こっちの方が大きいかなという感じもあるんですけれども、まあ、ほぼ一緒かなというふうに思います。そして今2枚ね重ねて見ているんですけど、まあもう見た感じね全然違いますよね。まあ、値段もね3300円と1380円で全然違うんですけど、まあ、もう歴然とした違いがご覧いただけると思います。で続いてね重量の方見ていきます。まあこれでもかというぐらいの肉抜きですけれども、重量の方は 387g と軽量になっています。それではこれで実地テストに入っていきます。それでは草刈りテストと木材切断テストが終わりましたので、チップの方を確認していきます。チップがね飛んでなくなってるっていうことはね、ないので、ちょっとねチップの摩耗具合をねちょっと今確認をしていきます。1380円という価格ということでね、もっと摩耗してるかなと思ったんですけど、意外と大丈夫ですね。あ、ただねここのところとか角がねやっぱちょっと丸まってますね。こことここもそうですね。まあ大半はいいんですけども、ところどころねやっぱこの角のところがねチップ摩耗してるところがありますね。まあ摩耗してるとは言ってもねわずかな摩耗なので、まあ草刈りにねすぐ影響出るかなというほどではない摩耗です。それでは続いて木材の方を見ていきます。こちらもね結構スパッと切れてるかなというふうには思うんですけれども、このねやっぱ最初のこう切り口のとこですよね、そこのところが、こう入りづらいというかね、入ってしまえばスッと入るんですけど、最初のねこう口が入るところがねちょっと入りづらい部分がありました。そしてね切り口もねやっぱちょっと荒れてますよね。切れ味はね良かったんですけど、やっぱ刃先がね若干ブレてるように感じますね。この鉄管を切った時もねこうずれてるのがご覧いただけますかね。なかなかねこうスッと入っていかないんですよね。ウルトラチップ層はね結構ねスッとこう最初の切り口が入ってくるんですけど、このねジスチップ層はねなかなかブレていて入っていかなくて、で切り始めてしまえばね入ってくるんですけど、やっぱなんかこう若干振動しているのか、その辺もねこう切り口に影響が出て、それで最後のところもねこういう風にバリが残っているような状況になっているのかなという風に感じました。それではね摩耗テストが終わりましたので、岩の切り口の方を見ていきます。やっぱりねブレていてね刃先がこう一箇所にこう収まらないんですよね。これね丸山のウルトラチップ層なんですけど、一箇所にねこうスッと入るんですけど、このジスチップ層はねやっぱねこう振動してるのかねブレてねなかなかこう切り口が定まらないんですよね。この結果からも回転バランスがねやっぱ若干狂っていて、それで振動が出てしまっていて切り口が定まらないのかなというふうに感じました。それでは続いてチップ層の方を確認していきます。今回のテストでもチップのね、欠けや飛びっていうのはなかったんですけれども、4箇所のチップに若干の摩耗が見られました。ただそれ以外のチップはね、しっかり角が立っていましたんで、意外とね大丈夫だったなっていうのが実感です。
それでは2回目の衝撃テストはもういきなりレベル3からいきます。さあ、2回目の衝撃テストはどうだったでしょうか。あ、やっぱ折れてますね。やっぱレベル3の衝撃にはね、ちょっと耐えられないみたいですね。そしてね、先ほどの1回目の衝撃テストの時に、ちょっと気づかなかったんですけれども、そのね、後ろのチップもね、ちょっと割れてたんですよね。今ね、これご覧いただいてるのは、で、たった今やった2回目のレベル3のね、割れたチップの映像です。そしてこれが1回目のレベル3の、割れたチップの映像です。で、このようにね、2箇所割れてたんですよね。それでは荷重テストの方に入っていきます。ベンチで力をかけてね、この100キロの荷重に耐えられる実数規格、これをちょっとね、試していきたいと思います。ピキッって言ってね、今折れましたね。ロウ付けはでもね、しっかりしてますよね。全くね、ロウ付けは剥がれるような感じがないですね。それではチップの方もう一度折っていきたいと思います。今はね、こうじわーっと力をかけてるんでピキッと折れますけれども、実際の草刈りだったらね、もうカーンカーンなんてね、音がして、気づいたらチップがね、いっぱいなくなってたなんていう場面もね、あるかと思いますけれども、このチップ割ってのチップ層ですから、チップの強度的にはね、大きく問題ないかなというふうに感じました。それでは総評を行っていきます。草刈りの時にはね、非常によく切れていて、さすが新品のチップ層だけあってよく切れるなと思っていたんですが、木材切断テストと鉄管切断テストをやっている時に気づいたのが、回転バランスによる振動の問題があるかなというふうに感じました。春のね、柔らかい草の時にはあまりこう気にならないかもしれませんけれども、秋のね、硬い草を切る時には切れ味に影響があるかなというふうに感じました。そして重さに関してなんですけれども、まあこれだけのね、肉抜きがされてますから、かなりね、軽くこう振り回せるかなというふうに思ったんですけど、あまりね、軽さに関してはね、感じませんでしたね。それから衝撃テストのね、2回目の時に1回の打撃でチップがね、2つ飛んでしまっていたということで、よくね、こう話を聞くのが、安いチップ層はすぐにチップが飛んでしまうっていう話をね、よく聞くんですけれども、今回の試験でやっぱそういう傾向があるのかなというのがね、見て取れたかなというふうに思いました。ただこのチップ層はね、1380円ですからね、石のね、少ないところでする草刈りですとか、また年間ね、何回も草刈りをしない方にはね、おすすめのできるチップ層かなというふうに思いました。それではチップ層ランキング、5段階評価で18点としました。チップ層の重さや価格では非常に評価ができるものだったんですけれども、素材、切れ味、耐久性ではまあ9大点ということから、暫定の2位とします。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。